静かに雨が降っていた。あの日、両親が死んだ。病気だった。集まった大人たちは口々に、悲しんではいけないと俺に言い、思い出話と来世の期待を口にしていた。その言葉の意味を理解したのは随分後になってから、幾巴になってからのことだ。幾巴は死者と生者の間を取り持つ、いわば調停者の役割を担っている。この世とあの世を行き来し、迷い人を救済するのが幾巴の仕事だ。悲しんではいけない。悲しみは死者をためらわせる。ためらえば迷い、迷えば生まれ変わることができない。だから俺たち幾巴は輪廻転生への祈りを込めて任務を全うする。この国ではそれが理だから。